どうも、始まりました。まちえチャンネルさあ。はい。平らーずや、こんにちは。早稲田大学塾代表の平田です。よろしくお願いいたします。はい。森津くんはい。もうね、やっと今年もやってきましたよ。はい。僕がいろいろと成績開示データを分析していく時がね、ねはい、やってまいりました。うん、今回の企画では、先日ね、皆さんにはご覧になっていただいた横山くん。はい。横山くんが受けた早稲田四学部と、そして慶応小学部。こちらの分析をしていきます。で、 当該学部を受ける25年合格を目指す皆さんにとって合格の指針になるようなそういう戦術動画になりますのでぜひ最後までお付き合いください。うん、<music> さあ、まず分析していくんですけれども今回ですね、24年の早稲田入試全体の数字の部分だけですけど見ていった感じだと僕の感想、俺たちの早稲田が戻ってきた どういうことですかかえってきたぞかえってきたぞですいや、ウルトラマンね、それ。はい。あの、本当にさ、僕なんかはさ、早稲田が受験生たちに攻略されちゃってるなーっていうことも、うんうん、ちょこ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 森鉄チャンネルでも自分のチャンネルでも言ってるんですよね。うん、だけど、そうはいかない早稲田が少し戻ってきたなっていう印象。うなるむしろ難しくなったみたいな、うんうん、そういった年がね、数字だけで見ると習われてるんですよ。だからこういったものを具体的に入試問題解いていく中で、これだけど取れてないんだってなれば、やっぱり我々が ややっっっててていいるるよよううななな仕事っていうもののの価値が生ままれすすくなってくるのかなと思いますよねさあ、じゃあ、それのね、実態がどんなものか、数字を追っていきましょう。まず、早稲田教育の教育心理から見ていきますが、こちらご覧ください。早稲田教育は平均点が分からなくなりました。教育心理だけじゃなくって、昨年までは教育の平均点も成績開示で見れたんだけど、今年から成績開示が携帯電話で見るやつになってるわけなんですよね。で、それに伴ってね、早稲田教育が平均点を開示しなくなったから、これ、なんか多分ホームページ上とかでも開示されてない ないと思うんですけれども皆さんなんか実はここで開示されてるよみたいなのがあったらちょっとよかったらコメント欄で教えてくださいでちょっと見ていくんですけれども今回ですねこちらが横山くんのね素点とそして標準化後の得点になるんですけれども素点がね合計が83点これ150点満点ですね で、標準化後の得点が74.5に、だいたいマイナス8.5点されてるんですね。で、このマイナス8.5点ぐらいされてる時って、平均点3科目の合計がどれぐらいになってるかって、おおむね85点から90点弱ぐらいの間にあることが多いです。 合格最低点が96.251ということなんですけれども、横山くんが引かれた点数がマイナス8.5ってことを考えると、素点でどれぐらい取ってれば受かったのかっていうと、おおむね104点105点取ってれば合格最低点に届いたよねっていう話になってくるので、僕がいつも教育学部で言う7割神話。 これは、まあまあ今年もそういう年だったのかなっていう印象ですね。うんうん、で、この教育学部における横山くんの得点の取り方っていうのを僕が見ていくと、国語解消してるんですよね。うん、あの実は。標準化後の点数は29.598になっちゃってるんだけれども、うん、素点で38点取ってるんですよ。うん、まあ7割オーバー取ってるんで、これはもう OK。 ただ、英語と日本史がちょっと弱すぎるよね。いくらなんでもね。やっぱね、英語と日本史でもちゃんと7割超えさせないとっていうところが、今回の彼の敗因だったのかなっていうふうに見ています。うん、毎年毎年に同じことを言ってばっかりで恐縮なんですけれども、教育合格したい方、7割進はずっと続いていってるから、7割以上取れるように頑張っていただけたらと思います。うん、で、続きまして。 早稲田小学部に行きたいと思います。早稲田小学部、こちらもね、書店が今年から非公開になってるんですよ。うん ただ、祖点が非公開になってんだけれども、さっきの教育学もそうなんだけど、こちら僕の秘密のミニオンノートって、まあ、全部でね、家には4冊あるんですけど、まあ、森田先生にはいつもちょこちょこ見せるんですけど、平均点が何点の時これだけ引かれるみたいなのが手書きでガーってたくさん書かれてるんですけど、今回ね、メルカリで売ります。売りません、売りません <laughs>。誰が買うんですかって恥ずかしいし。<laughs> 今回、横山くんの点数が標準化後で106.427なんです。で、 平均点の合計が、早稲田大学のネットで公開されてるんですけれども、90.525なんですよ。うん、で、これってね、ここ最近の早稲田の平均点の中で、圧倒的に低いですうん、うん。こんな低い平均点の合計は、久しぶりじゃないかなと思います。これ、横山くん実は、成績標準化って下げられる下げられるってイメージがあると思うんですけれども、うん この平均点の合計だったら、横山くんね、10点強から15点近く加点されてます。なので、横山くんの素点は、概ね92点ぐらいから95点ぐらいだったんじゃないかなってことが予想されます。 今回合格最低点が128.7ってとこだったんで、実質、ここを超えていくんだったらマイナス10ぐらいは全然ね、OK なんで、まあ118点、要するに120点弱ぐらい取れてたら合格したんじゃないのっていうところが、硬い路線なのかなと。なるほどうん。また遠いけどね、それでも。だから200点満点で6割欲しかったなってとこなんですよね。英語,語の平均点、国語の平均点がダブルパンチで低かったんですよ。で、日本史の平均点は波というところで、難易度の高い年になったのかなと。ただ、力が ある人の場合、平均点が高いと上に取るのってなかなか限界があるんですよだけど平均点がある程度低い方が差がつけやすくなってくるから力がある人にとってはこういう形の年の方が合格しやすいん ただね、横山くんこれ面白いのは、皆さんね、ぜひよかったら今からでも昨年僕が横山くんと最後に絡んだ動画を見てほしいんですけど、実は僕見抜いてて、横山くんがワンチャンあるとしたらもしかすると小学部かもしれないっていう風に言ってるんですよ。その理由っていうのがここにあって、小学部の英語がなぜかバチクソできるんですよ。 うん去年の横山くんが僕に見せてくれたデータなんかもそうだったんだけど、なぜか小学部の英語だけバッチンバッチン当てるんですよね。小学部の英語で標準化後55.435取れてるって、これすっごいいいんですよ。うん、だから、国語が平均点ぐらい取れて、で彼が武器だと言ってる日本史がちゃんと火吹けば、彼小学部受かってたと思うんだけど、国語が平均点以上も取れず、日本史も案の定火吹かず。て、うん、かあいつ本当に日本史できるんですかいや あの日本史どこでも火吹いてなくないかって思っちゃうんだけど,どね。それがね、やっぱ災いして、残念な国語と日本史のせいで全く惜しくもないような感じになっちゃってるんですよね。うん、うんっていうところだから、ちょっとやっぱ厳しかったよね。皆さんね、これ今年の3科目の平均よく見ておいてほしいんですけど、今からここ3年間の早稲田小学部の英語と国語の平均点ちょっとご覧ください。ドン。 こんな感じなんですよ。和瀬章は英語の平均点がここ数年どん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 下がってます。うんうん、上から23年、22年、21年ですね。うん、で、国語見てください。国語ってここ数年ね、36、7点ぐらいの平均点で、もうちょっと低くなればなーって僕思ってたんだけど、 今年27.449になったというところで、差つけやすい年になったなというところだから、僕今年の24年の国語の問題は絶対和瀬語で扱おうと思ってます。差付く年だからね。でさ、森田先生にも僕言いたかったんだけど、森田先生、毎年毎年、昨年もそうだし今年もそうだし、取れる人は取れるんだってこの和瀬章の英語をおっしてあるじゃないですか。その意見はやっぱ変わらない。変わらないです。取れる人は取れる。うん、やっぱ法学部とか取れる人にとっては、小学部の方がだいぶ優しく感じると思います。うん この数字の下がり具合っていうのが俺たち気になるよね。うん、で、もっと言うと、和瀬章は平均点がこれな中で、森田先生みたいなプロフェッショナルとの意見が乖離するわけですよ。ということはさ、俺これビジネスチャンスのような気がしててさ、うん。和瀬章の英語だけ徹底的に100文組手ぐらい鍛えまくりますよみたいな、そんな講座とかをさ、例えば5万円ぐらいで販売するとするじゃないですか。まあ、夏季講習、冬季講習がてらで。 そしたらさ早稲田商学部って大体年間1万人弱ぐらいが受けるわけですよ、うん、1000人とかでも買ってくれたらもうそれだけで5000万だよいやいやそんな簡単じゃない <laughs> いやもちろんそうなんだけどだでも夢あるよね、うん、法学部受ける人がそもそも少ないじゃないですか。うん、表と全然違うからやっぱり法学部受けてる人たちは、まあ、早稲郷でも上のレベルの人たちしか送らないじゃないですか,うん、うん、かそういうところもあるんじゃないかなっていうなるほど、ね、ちょっと思法学部受けに行ってる人たちがそもそもかなり優秀な層なんじゃないかうん、うん かなっていうの思るほどね。その説もありますよね。確かに。方と章ってあんまり平眼しないっちゃしない部分もあるからね。確かにね。うん。わかりました。こんな感じでございます。さあ、次に、早稲田社会科学部を見ていきたいと思います。で、早稲田社会科学部は、今年平均点こんな感じなんですけども、横山くんの数字もね。うん、気になる点としては、正直ない。 あ、そうです、ね、うん。あのね、早稲田社学らしい、ちょうどいい年だったんじゃないかな、というふうに思ってるんですよね。まあ、この後お見せするんですけど、平均点の数字がちょうどいいんですよね。下がりすぎず、高すぎずみたいなところで、早稲田社会科学部のロールモデルになるような難易度の年だったな、というところですよね。うん、早稲田社学っていうのは、選択科目だけで成績標準化を行います。で、日本史はね、プラス1点から2点ほど点数が加点されるぐらいかな、という感じかな。 一番平均点が高い世界史が27.063だったんで、まあそう考えると、1、2点上がるぐらいでしょうかねって言ってたところですかね。うーん。で、英語、国語は標準化がないので、で、まあ、素点は非公開ですね。選択科目はね。ただまあまあ、平均点のね、バランス見たら、概ね素点がどれぐらいだったのかっていうのはある程度わかるから、いらないかっていう感じですね。うん、あの、皆さん。 いいですか先ほども申し上げたように、早稲田社学は、この2024年入試が、本当にロールモデルになるぐらいの、ザ、社学ってこれくらいみたいなね。これを元にして、これより難易度が高くなって平均点が低いか、それとも若干優しくなって平均点が上がるか、みたいな感じになります。うん、なので、このね、2024年を基準だと思っておいてください。で、このぐらいの平均点の年に、いいですか自分が過去問解いた時にね、ちょっと参考にしてほしいんですけど、これぐらいの平均点の時に、まあ、英語で25点以上。 国語30点以上。日本史30点以上。まあ世界史でもそうですね。 うん。これくらい取ると、まあ、まず間違いなく合格するよっていう数字だと思っておいてください。うん。まあ、おおむね合格最低点もこのくらいの平均点の時って、まあ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 、84、5点ぐらいになってくるんですよね。うん。例年見てても。ここ3年間の日本選択者と世界選択者の平均点、3科目の合計と合格最低点の推移をご覧ください。こちらになっておりますと。まあね、24年入試は、ここ4年間で言うと平均点や合格最低点が、 ちょうど真ん中くらいの数字の年だったかなっていう印象ですね。だいたいまあ60点台ぐらいになってくるとちょっと今年難しかったなみたいな感じで平均点も落ち込んでいくし、一方で平均点が745点とか80点近くになってくると平均点も90ぐらいに近づいていくみたいな感じなので、今年の平均点が70.9というところで合格されていても84点ぐらいですよみたいなところっていうのはまあまあちょうど良かった年なんじゃないかなって感じですね。なるほど。 まあ横山はやっぱ英語がだいぶ <laughs> 英語ね、25点半分以上欲しかったよね。このくらいの平均点であればね。うん、ただ、今回たまたま国語とか日本史もあんまり無茶な平均点にならなかったっていうところもあるから25でいいけど、本来、早稲田社学の平均21、2、3点ぐらいなんですよ。まあなんとか30オーバー欲しいけどね、本当はね。 ね。だからこれね、コメント来てたら別に小学部が簡単で入りやすいんだよなんて全く言ってないですから、入るのもめちゃめちゃ大変だし、めちゃくちゃむずいし、マーチまでとはもう全然レベル違、うん、だけど、社学の英語と小学部の英語を比べても全然レベルが違うので。て。ていうか、早稲だって全部むずいっすから。<laughs> 全部難しい。全部難しい中でどうなのっていうこところね。そそ、うん、そこで、やっぱ全然レベルが。 ゅうことですもんね。いうことだからリーディングのレベルとしては結よりもそもそもどっちも難しい。うん、でも、そのトフルレベルとかとね、その辺とこう比べた場合に、小学部はトフルより下に来るけど、社、うん、学校はトフルより上に来るから、うん、おそこのレベルなんだね。だレベルがちょっとね、違うんですよ。わかりました。 そして、早稲田の最後、人間科学部になります。まあ、人間科学部もね、もう20年からね、素点が非公開になっちゃってる。だからまあ20年までの僕のデータの蓄積があるんで、そこを元に標準点がこれぐらいみたいなのも分かってるんで、語れる部分があるんですけれども、平均点の数字が、こちらご覧になっていただくと分かるんですけれども、82.499なんですよね。うんうん、で、早稲田の人化っていうのは、おおむね77、8点から80点ぐらいのところを、標準点と僕が言う、いわゆる平均点これぐらいだったらいいなぁのポイントにしてるんですよね。 で、そこを元にね、実際に受験生が取る得点がもっと高いかもっと低いかで標準化の具合が変わってくるんですけれども、このぐらいの平均点の時はマイナス3点からマイナス5点ぐらいの間だったりしますんで、まあ横山くんが取った素点の合計というのはおおむね87,89点ぐらいのところなんじゃないかな。90点は届かなかったかなぐらいのところなんじゃないかなと見受けられます。で、合格最低点が85.53というところで、まあね、黒いけれども惜しかったね。 そうですね。うん。本当に惜しかったよ。何であと取ればよかったかってね、これもまあ難しいんですよね。ちょっと皆さん注目してほしいのは、わかるかな今回標準化がそもそもマイナス3からマイナス5ぐらいで済んでるわけですよ。で、平均点と合格最低点の実質の差って考えるとあんまりないんですよね。うん、うん。もう本当にね、平均点よりも各科目3、4点ずつぐらい上を取ってあげたら、 合格できたな、みたいな年だったんですよね。まあ、人化来年から変わっちゃうんで、その辺はね、また詳しく森鉄チャンネルでも僕言っていこうと思うんですけれども、どんな生徒が合格するかっていうところがそんなに大幅には変わらないです。得点取り方はある程度変わってもね。早稲田の人化を受ける受験生の平均点よりも、ほんの少しずつね、多く取れば合格できたし、来年もできるから、だから、まず平均点を目指してくださいね。平均点を下回らない力を取るんだっていうこと。いいかな。惜しかった。 ね、うんしかしまあ綺麗な数字ですね。今回、早稲田人家はね、27点いくつ、うん、?30 点に届かないぐらいのちょうどいい平均点の叩き出し方を作文してるから、もう芸術ですよ。うん、今後ちょっとできればな。ね,ねでもね、国語はむしろ頑張ってるぐらいですよ。<ー>だって、社学の国語で24点しか取れてないんですよ。30点以上ともなきゃ社学の国語って受かんないですから。うん、だけど、人家の国語ってね、マジムズいんですよ。うん、早稲田の中でも僕トップ3だと思ってるから、うん、その国語で、 横山んたただけたらしたのはままあまあ頑張っよ、うん、慶応商学部、最後ですね。うん、見ていきます。慶応商学部の成績こちらになってるんですけれども、平均点と横山くんの得点を見比べてみると、まあまあ平均点ぐらいだったのかな、みたいなとこですよね。で、合格最低点が290だから、もう50点ぐらい欲しかったな、みたいな。私には、遠い遠い遠いんですよ。 で、まあね、あの、社会科だけ選択科目間の標準化があるんですけれども、大きく考えなくていいです、これは。で、勝ち方としてはね、英語が200点あるんで、英語でしっかりアド取ってって感じですね。そうだ、和瀬章の英語であんだけ取れるのに、なんで軽章で取れないんだっていうね。う困ったよね、ほんとね。慶応<も> <laughs> 小学部は、英語で150点プラスアルファぐらい欲しい。で、論文テストと社会科で75点オーバーぐらい取って、トータルで300プラスアルファぐらい取って、 で、合格狙いたいかな、みたいなとこですね。で、賞味ね、どうかな、うん、森田先生的に、軽症の英語、簡単簡単とは言うものの、もちろん難しい問題もあったりすると思うんだけど、うん、200分の150取りたいよって僕がこう言った時に、うん、今年に限らず、例年も含めてですけど、どうですかいけそうな気するいや、まあ、差はつくと思いますいける人といけない人の差がめっちゃあるだろうなって思います、うんうん。どんな力を持ってると強くなるんだやっぱ内容一致の精度 早く解けなきゃいけないんで、とにかく速度が大事っていうのと、うん、あと記述のやつ簡単なんで、うん、あそこですごい差がついちゃうんで、<ー>名詞形とか書けない人いっぱいいますね。なるほどね。もったいない。横山は全部空所は合ってたんです。うんうん、全部単語は入れる場所は合ってるのに、書けない。<ー>スペル書けなかったから、どどどどどっドとしてたんで。 うん、なるほどね。で、あとはまあ、論文テストね。 これは僕がちょっとね言いたいんだけど、論文テストね見た時に、これはもう慶応合格塾の授業でも言ってるし、言うてらでも僕話してると思うんですけど、慶章の場合ね、論文テストの大問2が肝だと。大問2に暗号の解読とかね、あるいはプログラミングとかね、そういったものが来たりすると結構平均点が下がるんですけど、たまーに来るんですよ。肝さを極めたような問題が。だけど今年は通例な問題でしたから、もう国語力の延長線みたいな。で、あとちょっと計算みたいなね。だからこういう時はね、しっかり取らないといけない。 かかっっっったたたたたんだけけどね過去最高にででききててらら蓋を開けてみたら全然なちょっと力を出し切れない悪さが出てるよね。うん、まあ、ここはね、解消して頑張ってほしいよね、今年はね。体調不良でもあったんで、この日はね、かなり気づいたかなとは思います。ちょっと最後にね、軽、はい、承合格最低点 B 方式をちょっと一気にずらっと紹介しておきます。こちら。もうならもう喋っておいてくださいね。こうやって見てみると、やっぱね、300点以上欲しいよね。こうやって見てみるとね、2 0 7、80ぐらいの年とかもあったりするんだけど、あとはまあ、2017年みたいに300 117みたいにちょっと高くなりすぎみたいな時もあるんですけど、300オーバー取って合格できなかったらご縁がなかったぐらいにも思っていいと思うので、先ほど申し上げた英語150オーバーで論文テストと社会科で75オーバー取って 300+ プラスアルファで合格していくっていう。これは定石だと思っ,とっていっていただきたいなと思います。はいでいけるからね。うん、わかりました。 はい。ということで、今回は横山とった点の成績開示データをもとにどんな感じだったのかっていうのを見てもらいました。優勝ありがとうございました。できまばっちん。Thank you for my c h i n 頑張れよ